ボートレース大村の G2 第21回ウォーターボート誕生祭マクールショーは開催4日目予選最終日、レースは第11レースの開始です。1号艇は群馬の武須島誠、2号艇は山口の雲野幸四郎、3号艇は香川の森高一馬、4号艇は福岡の川野真也、5号艇は東京の今泉優子、6号艇山口大峰豊です。作戦行動は下りインコースゆっくりめに1号艇の武須島向けてきます。前半カード道中一時は最後方にいましたが、途中4艇大混戦となった3着争い抜け出しての3着連帯マークとできそうでした。現在得点率ランキング11位につけています。無事故完走同格ライン、そして現在得点率20位とベスト18圏外からランクアップを目指します。2号艇の雲野幸四郎、1着か2着で得点率6点オーバー。3コース3号艇の森高一馬、現在得点率6位で無事故完走当確ラインです。4コース角は4号艇の川野真也、アウトコース5コースの5号艇の今泉優吾、得点率現在ボーダーライン上の18位、そのまま残せるかという勝負がけ。大外6コース6号艇の大峰豊です。第11レースの予選競争は枠なり3対3の体型です。スタートしていきました。1コース1号艇の武須島トップスタート、そのまま先行体制を取りながら1マークに向かっていく武須島です。イントースを決めています。1号艇リード、追走2号艇の雲野、3番手4番3番と差がないところ、後ろは5番6番と追走してバック中間点を過ぎていきます。スタートは前提正常でした。早々と1号艇の武須島独走体制を敷いています。2号艇の雲野が2番手、このうちに4号艇カーノ迫ってきた2マーク、握り前で2号艇の雲野が2番手をキープ、3番手は2マーク差し上がる3号艇の森高です。上位体型1番2番3番の体型、後方4番6番5番の順、2周目第1弾マーク、先頭1号艇の武須島、2番手2号艇の雲野、3番手3号艇の森高と向こう正面へと入ります。後方は4番6番5番の体型、どんどんと後ろを引き離してトップ独走体制、1号艇の武須島です。今2周目2マーク、先頭1号艇の武須島が旋回、そして2号艇の雲野、3号艇の森高3番手をキープ、後ろは4号艇の川野、そして6号艇の大峰、5号艇の今泉と続いてレースは最終周回へ移りました。今シリーズは初日後半のドリーム戦以外すべてレーンに絡んでいた武須島ですが、白星となるとこれが今シリーズ初1着初白星、陰線決めて堂々の仕切り1号艇の武須島です。追走は2号艇の雲野、3番手3号艇の森高と体型は1、2、3、落ち着いた格好を今最終ターンマーク、1号艇の武須島返します。この組の3連単のオッズ 5.6 倍を示しています。第11レース先頭1番武須島オールイン、2着は2番雲野、3着3番森高、そして4番川野ゴールイン、6番大峰、5番今泉ゴールインです。第11レースの確定は1着1番、2着2番、3着3番以上です。